グッドハズレツです。本日はですね、大きなお尻を小さくしたい、ヒップアップしたい、丸いお尻が欲しい、足が細くなりたいって方はですね、絶対に鍛えた方がいい筋肉があります。それは中臀筋です。お尻のね、この横にある筋肉のことです。大体お尻とか下半身のトレーニングってこのお尻の大きな筋肉、大臀筋っていうところを使ってるんですけど、この中臀筋ってこう横に歩く時とかに使う筋肉なんですけど、なかなか意識しないと日常生活で使われてないんですよ。今日はこの中臀筋を集中的に鍛えて、スラッとした憧れの下半身を目指していきましょう。今日のストレッチメニューも全部ベッドの中でできるような内容なんですけれど、ちょっとね、最後の方を結構きついメニュー、その代わりしっかり効くのでね、最後まで一緒に頑張っていきましょう。運動がね、苦手だよっていう方はね、ちょっと休み、チャレンジしてみてください。ただね、必ず本当に効果あります。では行きましょう。はい、まずはですね、前ももね、こういう感じで手のひらグーにしてトン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 叩いていきます。ちょっと強めでいきましょう。20秒です。こういう感じでちょっと痛気持ちいいぐらいで強めに叩いてください。あんまり痛いとあざになってしまうので気をつけてくださいね。ちょっとね、痛気持ちいいぐらいです。しっかりね、広範囲で叩いてあげてください。よいしょ。はい、次こっちの足いきます。ひょ、20秒。前ももはね、現代の方はとにかく前かがみの姿勢になって生きてる人が多いので、お尻とか足の裏の筋肉って全然使えてないんですよ。だからお尻だったり足のストレッチとかトレーニングするときは前ももをしっかりほぐしてあげないと、ついにここばっか効いちゃって前ももが太くなる原因になるので、しっかりね、前ももをほぐすのがめちゃくちゃ大事です。よいしょ。はい、次はですね、あぐらをかきます。そしたらですね、次は膝を抱え込みます。抱え込んで余裕がある方は足をこう持って床と平行にしましょう。ちなみにこれできない方はお尻が硬いと思っていてください。で、そこからさらに余裕がある人は背筋伸ばして骨盤とかせて胸にグーッとつけ寄せます。で、硬いよっていう方はこの曲がった状態でグーッと胸に近寄せます。いきます。20秒です。よいしょ。グーッとね、余裕がある方は背筋伸ばして胸につけましょう。で、この時に、要するにお尻だったりとかもも裏伸びていれば OK です。この状態ではね、硬い人お尻すごい伸びると思います。お尻伸びてる感じありますから、どうですか。しっかりね、お尻ねほぐしてあげましょう。よいしょ。はい、次こっちの足です。膝を抱え込んでグーッとね、お尻伸ばしていきましょう。20秒です。よいしょ。どうですか、お尻効いてますか。伸びてる感じありますか。しっかり伸ばしてあげてください。ぐーっと。で、呼吸はしっかり入ってください。私のチャンネルは厳しいことは一切言いませんけど、息止めるのだけは禁止です。以上。はい、次はですね、足を三角にします。手は後ろに軽くついて、片方の足をね、膝の上にこういう感じで乗っけます。そしたらここのくるぶしあたりをぐーっと胸を近づけていきましょう。この時にね、もも裏お尻伸びていれば OK です。20秒です。ぐーっとね、しっかり伸ばしてください。この体勢にも慣れないよって方はね、ここの位置を、足の位置を調節したら多分できると思います。ぐーっと伸びてる感じがあればね、本当に大丈夫です。私と同じぐらいね、できなくても全然大丈夫です。ぐーっとね、しっかり伸ばしてください。息吐いてくださいね。よいしょ。はい、次こっちの足、膝の上に乗っけます。よいしょ。ぐーっとね、こことここ胸力を合わせていきましょう。20秒です。どうですか、お尻ともも裏伸びてる感じしますかね。ぐーっとね、しっかり伸ばしてあげてください。足の位置ね、全然調節してくださいね。あんまり効いてるのが分からないって方はね、ちょっと自分でいろいろ角度とか変えてみてください。よいしょ。はい、そしたらですね、次は片足だけ曲げます。こういう感じで片足だけ正座、そしたらぐーっとね、後ろの方に倒れていきましょう。で、この時に膝はちゃんとしっかり浮かないようにして倒れる。で、倒れるところまで
ください。絶対無理はしないでください。いきますよ、20秒です。以上。この時ね、この前ももの伸びてる感じが分かればね、OK です。余裕がある方はガンガン倒れちゃってください。で、この時倒れる時に腰ね、ちょっと反りやすいので、この姿勢は気をつけてください。しっかり伸ばしてくださいね、前ももぐーっとね伸びてる感じありますか。以上。はい、そしたらこっちの足やっていきます。20秒です。後ろにゆっくり倒れて伸びを感じてください。ぐーっとしっかり呼吸吐いてくださいね。どうですか、できてる？ちょっと痛いなって方多いと思います。お前もね、ほんと日頃の生活で酷使しているので、しっかりねほぐしてあげてください。はい、そしたらですね、次は両足正座になります。正座になったらぐーっとまたまたまた後ろに倒れていきます。そしたら前ももかなり、ね、伸びると思います。いきますよ、次は30秒伸ばしていきましょう。いきます、ぐーっとね前もも伸ばしてください。息しっかり吐いてね。もうお尻とか、特にお尻かな、お尻のストレッチとか、トレーニングとかヒップアップとか、裏ももとか疲れる種目の時はとにかくね、それ以上に前もものストレッチをするのが本当に大事なんですよ。じゃないと逆に足が太くなってしまったりするので、このストレッチね、いるんだなって思う人いると思うんですけど、絶対にやってください。はい、そしたらね、寝っ転がっていきたいと思います。寝っ転がったらですね、足をね軽く伸ばします。伸ばします。伸ばしたらね、こういう感じで、まあお好きに、ちょっとこういう方が楽かな。そしたらつま先を上に伸ばします。で、つま先を下、上、下、これを30秒やっていきましょう。いきます。どうですか、ふくらはぎ伸びてる感じありますか。しっかり伸ばしましょう。ふくらはぎと足首のストレッチです。しっかり伸ばして、さっきね、しっかりほぐすの大事って言いましたけど、例えばじゃあ今日中殿筋の集中的なトレーニングをやるって言ったんですけど、筋肉を鍛えるのも大事なんですけど、綺麗な体を作るのには、使わない筋肉を作るのもすごい大事なんですよ。よいしょ。はい、そしたらですね、ちょっと横向きます。はい、そしたらですね、今からちょっとハードな内容になってくるので、皆さんできなくて当たり前なので、休み休みちょっとね一緒にやっていきましょう。いきますよ、まずはですね、足をくっつけます。くっつけたらお尻のこの辺を意識してください。この辺の筋肉を使うのって実は難しいので、中殿筋ここを手で触りましょう。手で触ってこの辺をちょっと気持ちギュッてするようなイメージで、ここをギュッてしてから足を上げる。で、また気持ち上でギュッ、閉じる、ギュッ、閉じる。で、上で気持ち2秒ぐらいギュッです。で、閉じる。これをやっていきましょう。いきます、30秒です。ギュッ、ギュッです。で、このギュッてしてる時に息を吐きましょう。この辺意識してくださいね。中殿筋は本当に皆さん使えてないので、私もですけど、最初中殿筋のトレーニングした時はいまいちやっぱり分からなかったですね。でもやっていくうちに絶対分かってくるので、なんとなくこの辺を動かすようなイメージして、中殿筋この辺に意識を持ってってギュッ、よいしょ。はい、そしたらですね、次は足を浮かせます。浮かせます。上の足をここで固定した状態で、ここの膝から下を上に上げる。そうするとここもね、ちょっとひねられるんですよ。わかりますか、これできますよね。固定して上に上げる、ちょっと難しいです。いきます、30秒です。上に上げる。ここは固定ですけど、別に動いちゃう分には大丈夫です。よいしょ、よいしょ。これ結構見た目以上にきついですよ。あー、きつい。頑張って、そう、できる。全然ね、休み休みやってもいいですからね。ちょっとね、今からのトレーニングちょっときつくなるので、休み休みやってください。できる方は頑張って、もう少し頑張って頑張って、よいしょー。はい、そしたらですね、次は
足をまたこの状態でキープです。もうこれだけでもきついと思うんですけど、そしたらですね、次は足のここの肩の位置をここの空中で固定するイメージでパカパカこうやってやっていきます。できますか？で、骨盤は立ててくださいよ。いいですか？いきます。30秒です。ここで空中でパカパカするようなイメージです。きついですよ。頑張って。すいません、なんかもうグータラストレッチっていう名前に聞かれてやった人は多分ちょっと騙されたって思うかもしれないですけど、しっかりね頑張りましょう。中殿筋って本当に使えてない人が多いので結構きついと思います。頑張って。息止めないでね。頑張って頑張って。よいしょー。うまく中殿筋使えてる方はね、この辺ちょっと痛くなってきたと思います。でも皆さん最初から聞かせるのは難しいと思うので、全然ね足が痛くなったよとかでも全然大丈夫です。とりあえずねここに意識することだけ今日覚えてください。はい、そしたらですね次はですね、このさっきここで固定しましたよね。次はちょっと後ろに下げます。後ろに下げた状態でここ膝を固定してかかとを上げて下げる、かかとを上げて下げる、ここを固定してかかとを上げて下げる。いきますよ。30秒です。きついですよね。どうですか、皆さんできてますか？もう30秒やってますけども、1周も5分と10秒とかでも全然大丈夫です。きついですよね。頑張って頑張ってください。かなりこの辺悲鳴上げてると思います。頑張って。きつい。できてますか？全然休み休みやってね、もうできなくて当たり前ですから。よいしょー。はい、そしたらですね次はねもう片方のお尻やるので、ちょっと体勢チェンジです。ひょー。はい、そしたらね上半身は完全にダラーンとしてください。こうやって肘立ててもいいし、こうでも何でも大丈夫です。そしたら骨盤をまっすぐ立てます。まっすぐ立てて足は軽く曲げてかかとはしっかりつけましょう。でこの状態でここを触ってください。ここの中殿筋、お尻の横の筋肉をギューッとするイメージで足を上げる、パカパカします。ここギューッとして上げる。で上でまたギュッギュッで、ギューの時に息吐いてくださいね。この感じいきますよ。30秒いきましょう。ギューです。ギュです。上のギュ、まあ、ちょっとねそれはちょっと分からない人多いと思いますけど、意識する練習だけしておいてください。どうですか、どうですか、どうですか、できてますか？このギュが分かると、ね、めちゃめちゃここが熱くなってくるようなあの分かると思います。しっかりねギュっと。どうですか、頑張って。よいしょ。次はですね足を浮かせます。軽く浮かせたらここは固定して、この状態で膝から下を立てて下げる。できますか？いきますよ。これ固定してくださいね。固定した状態でこう上げ下げする。あ、動いちゃう分には全然大丈夫です。いきますよ。30秒です。頑張りましょう。よいしょ。きつい。どうですか、頑張って。よいしょ。きついですね。全然10秒20秒でも大丈夫ですからね。無理して30秒やらなくても大丈夫です。もうできないのが当たり前だと思ってください。ちょっと今回の、内容は、まあ寝っ転がりだからですけど、感想はね、ちょっとね、難しいと思うのでね、まあできたら、できたで、まあ全然いいです。自分を褒めてあげてほしいんですけどね、これやるだけ偉いですから、本当に。よいしょー。きついですね。はい。はい、そしたらですね、次はまた宙に浮かせます。浮かせた状態で次はですね足のかかとを固定するようなイメージです。ここの足を固定した状態で膝をパカパカ、膝をパカパカ、いいですか？できますか？ちょっと頑張りましょう。いきます。30秒です。よいしょ。ふう、お尻の横めちゃくちゃきついと思います。頑張って頑張ってね。全然休憩しながらやってください。できなくて当たり前ですよ。全然これできた人は結構ねすごいと思います。最後まで以上、結構ね
ねきついので休み休みやってくださいね。息だけは絶対止めないでください。よいしょ、きつい、頑張って、もう少し、よいしょ、次はですね足をまた浮かせます。浮かせるのきついですよね。浮かせたら次は後ろに下げます。後ろに下げてまたこう、後ろに下げて膝の位置は固定で上げる上げるかかとを上げる。いいですか、できますか。かなりきついですよ。ちょっとね、大変だよって方もね、5秒でも10秒でもいいからチャレンジしていきましょう。いきます、30秒、よいしょ、きつい頑張って、うー、この辺すごい熱くなってきますよね。うー、きつい、息だけ止めないでね、頑張って、よいしょ。いや、もう皆さん本当に頑張ってます。全然できない自分をね、責めないでくださいね。よいしょ、すいません、もう本当グータラストレッチっていう名前でね、すごい詐欺だって最近言われます、結構今回のは結構過去の中でもかなりきついと思います。頑張って、よいしょ。はい、ちょっと最後ね、ちょっとしんどい種目が続いたので、最後仰向けになって足をこういう感じでね、パタ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 させて終わりたいと思います。いきます、30秒です。ちょっとね、呼吸整えてください。今日のね、種目本当にきつかったと思います。グータラストレッチっていう名前でやってるんですけど、たまにすごいきついですけど全然グータラじゃないですっていうね、ちょっとクレームが来ております。もう皆さん本当にお疲れ様でした。しっかりね、こういう感じで下半身の筋肉をほぐしてあげてください。よいしょ、お疲れ様でした。今日はね、この辺で以上になります。結構ね、お尻の横ちょっとすごい痛くなったよって方います。本当に普段よっぽど意識しないと使えない筋肉なので、結構きつかったと思います。普段ね、使えてない分にね、効果が出るのもすごく早いので、全然ね、ついていけなかったよって方でも、もうほんのちょっとでもやればかなり効果あるので、全く気にしないでください。全然できなかったよって方も、ちゃんとできたっていう方も、質問がある方もね、どしどしね、コメントいただけたら嬉しいです。今回の動画はこの辺で以上になります。皆さん本当にお疲れ様でした。ちょっとでもね、良かったよって方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー